馬渕真理子の株式クラブ始まります。よろしくお願いします。パカラッ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 、馬ちゃんこと馬渕真理子です。よろしくお願いします。馬渕真理子の株式クラブ始まります。よろしくお願いします。最初に少しだけ自己紹介させてください。私はですね、経済アナリストとして現在テレビであるとか、あとラジオ、そしてウェブ媒体で記事を書きながら経済を分析しています。今いろいろその金融経済についてお話しさせていただくことが多いんですけれども、こんな私でもですね、非常に株式投資で苦労いたしましたし、金融の記事、経済の記事を読むのに大変苦労した経験があります。私のコンプレックスとしてはコミュニケーション障害って診断されてるんですよね。なので、まあ、そういった自分には気づいてなくて、親とか友達とかもコミュニケーションを取れる人間だっていう風に期待していたりとかできるって思われてるんですけど、実はですね、あんまり得意じゃなくてコミュニケーションが苦手なんですけど、まあ、YouTube だったら皆様とコミュニケーション取りやすいので、ぜひコメント欄とかにですね、いろいろご要望とかコメントいただけたら、そこでコミュニケーションを取りたいなと思っています。よろしくお願いします。私大学院卒業した後ですね、実はリーマンショックの直後だったんですね。なので就職活動に非常に苦労いたしまして、結局のところ実はどこも受からなかったっていうような結果になりました。で、たまたま拾っていただいたのが関西の医療法人だったんですね。でそこで、まあ、随分とですね落ち込んでいまして、社会に必要な人間になるためにいろいろ頑張ってきたんですけれども、就職活動で全部ノーというふうにされたので、すごく落ち込んでました。でその姿を見たですね、医療法人の経営陣が20代で人生終わったっていうふうな、非常にもったいないと、頑張ってここから這い上がれっていうふうに言っていただいて、そのために専門的な知識をつける必要があるねっていうふうにおっしゃっていただいて、その時たまたまアベノミクスが立ち上がってたんですね。安倍政権によって、まあ、金融緩和を行って株を上げていこうっていうふうな政策が2013年に立ち上がってました。そこで、まあ、彼ら医療法人がですね、資産運用を、まあ、やってみたらいいよっていうところで、実際に私にトレーダーとして資産を預けていただいて、デイトレーダーをですね、3年間こもりきってやってました。デイトレーダーって皆さんイメージ湧きますか？デイトレーダーっていうのは朝から晩までパソコン上で株を売ったり買ったり、為替を売ったり買ったりするのが、まあ、お仕事なんです。なので、まあ、ほぼ缶詰状態でトレードをしてみました。なかなかですね、きつくてですね、その当時すごく髪の毛も白髪が増えましたし、肌もすごく荒れるような状況だったんですけれども、頑張って、まあ、金融の勉強をしたところ、3年間で、まあ、医療法人の資産を約3倍ぐらいまで増やすことができたんですね。まあ、アベノミクスの大きな相場だったので、3倍って言ってもどうかなっていうところかと思うんですけど、その時に、まあ、非常に金融の用語をですね、一つずつ学んで自分の中で噛み砕いて学んでいきましたので、すごく時間がかかったんですね。なのでこの番組では、私がそのまあ時間をかけて噛み砕いた内容を分かりやすく皆様にお伝えしたいと思っています。で今お話ししたように、まあ、トレーダーの経験を経てからですね、その後金融の情報配信会社でアナリスト業務を始めましたっていうふうにこう転職しています。で現在もアナリスト業務をしています。トレーダーそしてアナリストだけではですね、実は私あんまり社会のこととか経済のこと、そして企業がどういうふうな苦しみを持って成長していくのかとか、経営者の思いとか全く理解していないんですね。トレーダーってパソコンと向き合っているだけですし、アナリストも数字を見ているのがメインですので、なかなかこう経済のリアルを肌感覚として分かっていない、こういった私が、まあ、メディアで執筆活動をしているんですが、それではいけないと、ちゃんと、まあ、経済のリアルを分かった上で物事を発信していきたいという思いが非常に強いんです。なので現在ベンチャー企業でマーケティングの実務、金融の分野なんですけれども、そこでしっかりと実務経験も今行っています。なので私のこの番組を通して皆様にその実務の現場をちゃんと分かって、しかもそれがベンチャー未上場の分野であるということ、その分野を見ながら上場企業の、まあ、分析であるとか経営者の思いとか、そういったことを一気通貫して見ている私が経済とか金融のことを分かりやすくお伝えしていきたいなと思っています。でもう一つ、やっぱり私は特にそのリーマンショックの後だっていった世代でもあるので、
こう日本全体がですね、失われた20年、失われた30年っていうふうに少しマイナスして、自信のない層の方々もたくさん日本にいらっしゃるんですよね。でも決してそうではなくて、しっかりと、まあ、企業分析とかをしていくと、日本には力強くて魅力的な企業がたくさんあるんですね。そういったこともお伝えしていきたいなと思っております。こちらの YouTube 番組に頑張って更新していきますので、皆さんは見逃さないように、こちらのチャンネル登録と、そしていいねボタンよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。パカ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 、うまちゃんこと、うまちゃんこと、パカ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 、うまちゃんこと馬淵真理子です。なんか慣れないな、パカパカ。はい。